ありました。朝早くからみんな店を開いて、ね、いろいろ買ってますね。すごいでかい市場だ。奥の方にもちょろっと続いてますね。花とか多分業務用みたいなします。空港に着きました。ただいま時刻、6時44分なんですけれども、乗る飛行機はですね、9時発の、ね、飛行機で、乗る感じでございます。はい、それでは、チェックインをしましょう。結構ね、都会な感じがしますので、どんな街か楽しみですね。それでは、空港降り立ちました。ホーチミンでございます。今からね、まあ、タクシー乗ってとりあえずホテルの方に向かおうかって感じなんですけども、暑いです。かなり暑い。どのぐらい暑いかというと、初夏ぐらいですね。一応今日はですね、気温が、34度ぐらいまで行くらしいので、普通にですね、夏ですね、8月のその辺の陽気でございます。かなり暑めです。はい、なので、どうなるかは分かってます。今からホテル行くんですから、それでタクシーがね、探してやらないといけないんで、ちょっとそのまで少し行きましょうか。モチミの街をね、動画に撮っていく感じですけども、ハノイはね、まあ、行ったからあんまり動画撮らなくてもいいかなと思うんですけどね。ホーチミンはね、まだ一回見てないので初めて行きましたね。動画撮った方がいいですね。まあ、シートベルトしよう。よいしょ。さあ、空港抜けるというか、雰囲気自体がもうハノイとは全然違いますね。どのくらい違うかというと、どのくらい違うんだろうな。どのくらい違うんだろう。沖縄から、福岡来たみたいな感じですよね。沖縄行ったことあるけど、福岡は行ったことないみたいなんですけど、まあなんかそのイメージでそんな感じですね。まあどちらかというと沖縄に行った感じですよね、基本的には。さあ、本当にね、もう、まあ、見りゃ。みんな見ればわかるかな。なんかね、なんかいろいろとおかしいじゃないですけどね。なんかこうなんだろう。ハノイは結構なんですよ、レンガ造りの建物が結構多めだったんですけど、なんかこれを見てると鉄筋コンクリートめっちゃ使ってるような雰囲気がするので、やっぱりちょっと違うのかなみたいな感じがしますね。まあでもお店は大体一緒ですね。お店の雰囲気は全然一緒。ただところどころ出てくる高いものがちょっと違うなっていう感じですね。すごいな、すごいな。ちょっと街中すげえ楽しみですよ。それでホテル向かってもらってるんで、それでね、このまま行っていただきましょう。あった。よし、街中をね、ずっと走ってますね。なんか、ハノイと何が違うのかなって見てたんですけど、清潔感がありますね、こちらの方が。まあ、歩道とか見てもらえればすごく分かるんですけど、綺麗ですね。でこぼこもしてないし、なんか街中に放置されたなんか、放置というか、なんだろうな、なんだろうな、なんとも言えないけど、例えばこういうところとかも結構。すさんでるというか、全体的に清潔感が漂っているのが分かりますね。この間来た時に、通訳の方やってたんですけど、その方にですね、聞いたのが、ホーチミンはどうなんだと、ホーチミンはどんな感じ
じなんだっていうふうな話聞いたらですね、ホーチミンは、ハノイの10年か20年ぐらい先を、行く街なんだという話をされておりましたけど、なんとなくわかります。確かにハノイが10年、20年経ったらこんな風になるのかなみたいなね、そんな感じがしますね。本当にします。ハノイ、すごいシーンですね。こういうのとかちゃんと撮れてるのか全然わかんないけど、カメラ全然見てないんでね、撮れてるかわかんないですけどね。まあなんかいいですね。ホテルに着きました。確か4000円ぐらいだったかな、そんな感じの部屋ですけれども、ボーイさんがねかなり親切にやってくれました、シャワーがいい感じについてます。ありがたいですね。湯船もあるのはなかなかいいですね。湯船ないですよね、なかなかね。でおトイレがこちらにあるという感じですね。素晴らしい。よし、ではこれ動画終了。ホテルを出まして今から、商談の方に行くところでございます。少しだってね、大体30分ぐらいで行くわけでございますけれども、やはりビルのね、ビルの壁がやはり違う。なんだろうね、外壁は大体綺麗みたいなところもあるし、なんか今風みたいなね、真ん中でビルもポーンといきなり出てきますからね、凄まじいですね。素晴らしい。うわ、素晴らしいですね。はい、会社の中に。おお。はい。なんかすごい儲かってる会社らしいんで、内装が凄まじいですね。会議室に通されました。あらららら、らすごい料亭かな、すごいな。今からまた商談、まあ、急遽入った商談なんですけども、日本人がやってるお店がこの近くにあるそうなので、今からちょっと行こうと思います。通訳の人はですね、僕は知らなかったんですけども、今日もですね、化粧品の、まあ、日本からエステをねまた売りに来るという方がいらっしゃって、そういう人たちばかりを相手にしてるんで、化粧品のねことかなり詳しい、まあ、あの化粧品のあればこれやっていう専門的な用語も結構知ってるっていう、まあ、頼もしい方なんですけども、まあ、彼女が言うにはちょっと説明がお粗末すぎるというか、商品に対しての知識が全然ないというふうに、親が怒られてるというのを学んだりして、まあそうだよなみたいな、あと抑えなければいけないとか全然抑えられてないとかなり怒られてたんで、まあそうだよなと僕は思う、人他人事みたいな感じで見ておりました。まあここからね、ちょっと結果は、まあ、僕はもう完全にサポーターなので、まあ、横でね、話、商談中の初期みたいな感じのことをずっと言っておりますので、まあ、今後どうなっていくかですね、謎です。さあ、素晴らしい景色を見ながら、夜じゃないです、夕方の、ホーチミンに行っていこうと思います。このスナック基礎というところに行くみたいです。さあ、ここを曲がるとこんな感じで細い路地に入りました。スナックの中なんかカバンが売ってるんだけど、スナックかどうか全然わかんない。スナック中ですごいところやってるみたいな話。スナック基礎、あ、いい匂いする。あ、ご飯。あ、バッグはここの、あ、木とか、バッグとかね、やってるんですね。こんにちは。
もうなかなか素晴らしい。スナック、まあ、ダイニングバーみたいな感じですかね。ありまして、出てきました。それでホテルに帰ってます。明日のことでも考えるみたいな雰囲気ですかね。はい、今日一日お疲れ様でした。それではバイバイ。